全日本で初優勝、種目別でも3つの種目で優勝を飾るという現在の日本のエースと申し上げておきます。曲がマラゲーニアですから、先ほどのドーズ選手と一緒なんです ね、 ですね。動きの違いをご覧いただきたいと思います。振り付けなんかも多少違いますしね、この辺りでも動きにうまく合わせます。さあ、そして最初はムーンサルトですね。前方のこれはムーンサルトでしたね。全日本の種目別からこの構成で少しやってみたいです、はい、この曲に変えたのは3月の、高校選手権からだそうで、去年あたりはもうちょっと特徴も明るめの感じだったんですが、随分そのあたりにも進歩の跡が見られます。前方の一貫半のひねりから切り返して前方宙返り、ミスはなかったんじゃないですか。なかったですね、よくまとまってました、同じ曲を使うといろいろ違いが、個性も出て面白いと思うんですけども。そうですね、先ほど少し話しましたけれども、この菅原選手は去年あたりはね、それこそロジャーラビットとかちょっと明るめの曲でこのゆか運動やっていたんですけれども、そういったところにもこう違いっていうのが出てきてますよね。そうですね、全日本のチャンピオン、どんな得点が出るんでしょうか。